皆さんお久しぶりです。2ヶ月ぶりにヘルメットに GoPro をつけて走ってます。結構モトブログ市内でね、いろんな人と走りに行ってましたね。この2ヶ月結構楽しかったです。っていうのはさておき、タイトルの通り RC8 って実際どうなのっていうのをね、ちょっといい機会なんで話そうかなと思います。僕が乗ってるバイクは2008年モデルの KTM RC8 っていうバイクですね。排気量が、確か 1148cc の2気筒のバイクですね。まあ、細かいことは、ウェブで見といてください。納車されたのが3月半ばで、もうすぐ3、4ヶ月目突入って感じなんですけど、だいたい走った距離が6000キロですね。ゴールデンウィークに長距離走ったっていうのもあって、ちょっと距離が伸びてる感じです。うわー、楽しいな、やっぱこの道。で、話を大きく2つに分けたくて、ネガティブな部分とポジティブな部分、この内容で収めたいと思います。やっぱりね、話っていうのはポジティブに着地させたいので、最初にネガな部分から話そうと思うんですけど、もうまずはクーラント漏れがひどいっていう、そっからいきなり話しますね。まあ、クーラント漏れはもう修理出して今はもう治ってるって状態なんですけど、ここまでの背景をね、なるべく簡潔に話したいんですけど、そのゴールデンウィーク長距離走ったので、まあオイル交換とかメンテナンス含めて1ヶ月ぐらいバイク預けてたんですよ。で、どうせならクーラント漏れその時にいじんでる程度だったんですけど、いい機会だから一緒に直してもらおうみたいな。おっかっけー。それでもろもろメンテ終わりましたよって言って連絡を受けて取りに行ったのがだいたい先週くらいなんですけど、まあシートコンも上がってね、乗りやすくなって、オイルも変わって、ギアもすこすこ入んなと思って、走り出し15分後ですよね、鍵慣れた匂いがですね、右側からして、よーく見たらもう冷却水がポタポタ垂れてて、預ける前は滲んでる程度だったんですけど、まあ、その時よりさらにひどくなっちゃってて、まあ、これやばいなと。で、もう一回バイク屋に預ける頃には冷却水が空っぽになってて、あれは事件でしたね。びっくりしましたね。まあ、それでね、すぐ預けて修理直りましたよって言われて走ってんのが今ですね。で、そもそもなんでクーラント漏れするのっていう部分なんですけど、ちょっといろいろ話を聞いてみたら、日本車と外車で違うって言ってて、どうやら日本車はオイルとクーラント両方を防げるような設計にはなってるらしいんですけど、 KTM に関してはオイル漏れは防ぐような設計にはなってるんですけど、その設計で一緒にクーラント漏れも防ぐような形になってて、まあ、要するにオイル漏れを防ぐっていう目的で作られた部品で、クーラント漏れも一緒に塞いじゃおうみたいな、そういう設計らしいです。まあ、そういった背景があって KTM のバイクはその冷却水が漏れやすいっていうのはあるみたいです。まあ、それが一つで、もう一つ弱い点があって、シールが熱に弱いらしいんですよね。熱で膨張しちゃってめくれちゃって、そこから冷却水が漏れるっていうのも要因としてあるみたいです。で、今回の漏れはその2つの要因が絶妙に絡まって、まあ、冷却水が空っぽになっちゃったっていう、そういう結論になりました。アフリカツインいいなぁ、かっけえなぁ。で、ちなみにこのクーラント漏れですとか、いろいろメンテ出してね、支払ったお金が5万7000円ですね。これはもう涙ちょちょ切れましたね。やっぱ外車すげえってなりましたね。これはすごいわ。お金がかかるっていうのはもう覚悟してたので、しょうがない部分であるんですけど、やっぱりその日本車みたいにね、乗ってる人が多くて、まあ、部品もある程度供給されてるっていう点と、あとは情報が多いっていう、その点はやっぱりいいですよね、日本車って。
まあ、そういうのがあるから、あの国産のバイクよりね、いろいろ治るまでに時間がかかるっていうのはありますよね。で、今回そのクーラント漏れどうやって漏れない状態にしてるかっていうと、あの今までシール交換だけでなんとかやり過ごしてたんですけど、今回は液ガスを使ってなんとか埋めてますね。なので今はにじんですらいないんで、すっごいいい状態ではあるんですけど、その液ガスもね、メリットばっかりじゃなくてどうやらデメリットもあるらしくて、その本来だったらある程度隙間があったらいいものに対して、今は隙間がないような状態にしちゃってるんですよ。だからその中が膨張するみたいな話を言ってましたね。だから絶妙な形で調整はしておいたって言ってたんで、まあ、なんとかうまくなってればいいなと思うんですけど。お、有馬ダムついた。今日は曇ってますね。まあネガティブな部分の話だと、その冷却水漏れっていう部分かな。はい、到着。奥多摩もね、今日走ってきたんで、楽しいっすね、やっぱバイクって。そうそうそう、ここなんですよ。あの、インスタグラムに写真あげてるんでね、もしよかったらチラッて覗いてみてください。もう漏らし方がえげつないんですよね。今、にじんでもないから、すっごいいい状態。あ、こんな、マットさんと同じアングルで喋ってんの、俺。で、次は、ネガティブというよりね、この乗っててやっぱり難しいなっていう部分が、あの、アクセルがすっごいピーキーですね。もう、これはすごいです、本当に。ちょっとでもひねっただけですぐ前に行こうとしますね。まあ、その扱いがちょっと慣れるのが大変そうっていう部分と、サスがめちゃめちゃ硬いですね。このオーストリアのホワイトパワーっていうサスが入ってるんですけど、もともと乗り味として硬いっていうのがデフォルトらしいんですけど、やっぱりね、柔らかくしても硬いですね。すっごい硬い。そうだな。あとはあの、買う前と買った後のギャップで一番感じたのが、思ったより走行風を受けるっていう点ですね。ゴールデンウィーク高速道路をね、800キロぐらいずっと走ってたんですけど、やっぱりその、見た目より風はすごい当たりますね。夏とかはね、風当たって涼しいんでいいんですけど、まあその点かな、フルカウル車なのに風当たるなぁみたいなギャップはありましたよね。もう一つありましたね。あの、何気ないことなんですけど、このタンク、国産のバイクってちゃんと広くてどのぐらい入ったかなってわかると思うんですけど、この見ての通り、見えるかな、めちゃめちゃ狭いんですよ、これ。どのぐらい入ったかとか目で全然見えないんで、ちょっと溢れるっていうか、プシュってなることはありますね。で、あとね、今後懸念してんのが、ライトが焦げるっていうのを聞いたことがあるんですよね。焦げるってどういうことって思うんですけど、これちょっと今後出てくるかなっていうのはありますね。で、あとネガティブな部分だと、少なくとも街乗りには絶対に向いてないですね。これは断言できるんですけど、だいたい60キロぐらいで走れないともうしんどいですね。もうギアを2速にするか3速にすればいいか全然よくわかんないラインですし、3速に入れればガタ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 言ってなんかエンストしそうみたいな感じになりますし、かといって2速に入れると結構 PK になって、わあアクセル難しいみたいな感じになっちゃうんで、そこの境目が結構慣れるのが大変。まあ僕みたいにこういう山道のそばに住んでて、まあそういうところしかメインで走らないって人は全然いいと思いますね。少なくとも都内とか住んでる方でね、ここまで来るのに渋滞出なきゃいけないっていう風になるとめちゃめちゃしんどいと思いますね。まあネガティブな部分だとそこら辺かな。まあ大きくクーラント漏れとね、ずーっとお付き合いすることになりますよと。まあそれはしょうがないんで、まあ慣れろですね。自分が許容すればいいんですけど。次ね、ポジティブな部分を話していこうと思うんですが、これはもう純粋に僕が乗って楽しいなと思ったことを話すだけなんですけど、
まずこのバイクですね、乗ってる人が全然いないんで、すごい所有欲っていうか、その部分はありますね。純粋にかっこいいっすね。10年前のバイクとは思えないデザインしてますし、いやーかっこいいな。見てるだけで楽しいですね。あとはやっぱりこのツインのエンジンですね。どこ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 走るんですけど、この音がめちゃめちゃいいっすね。別撮りでアイドリングのやつだけ作ったんで、それ今から流します。あとはポジションが楽ですね。シート高もこれ上げて 825mm なんですけど、だいたい R1 とか R6 だと850ぐらいだったっけな。結構高いんですけど、 SS の中ではすごいシート高も低くて、ハンドルもそんながっつり低くないですよって感じですね。でも話すことってそんぐらいだよな。乗ってて楽しいですっていうのと、あとはなんだろう、かっこいいなーっていう部分と、長距離ツーリングも全然行けちゃいますっていう、その点しかないんだよな。仕事とかもやってみねえとわかんねえなーっていうことあると思うんですけど、バイクも同じで乗ってみないとわかんねえっていう部分が結構出てきますよね。買う前はやっぱリッターバイクだから、直線とかスコーンって走ってたらすげえだろうなとか思ったんですけど、いざ乗ってみると直線よりもワインディングを走った方がすっごい楽しいですね。GSR 乗ってた時は奥多摩とか全然行かなかったんですよ。あんまりワインディングをね、こう、綺麗に曲がろうと思ってなかったんですけど、どちらかというと秩父みたいにね、信号の少ない道を低いギアで走るっていうのが楽しかったんですけど、RC8 に乗ってからは秩父より奥多摩に行く機会がすごい増えましたね。直線よりカーブを曲がってった方が楽しいなっていうのは変わった部分ではあるかもしれないですね。この勝ち上げ具合がやっぱかっけえな、やっぱな。かっこいいしか言ってないけど、やっぱポジティブな部分はその点ですかね。もうかっこいいでいいんじゃないかな。バイク楽しい以上って感じっす。だけどやっぱり国産のバイクの方が間違いはないですね。マスクさんのトレーサーだったり、グッさんの Z1000 だったり、沖縄でね借りた GSX-S1000 とかも乗りましたけど、安心さというかすごいと思いますね。よくツイッターとかでね、日本車の方が絶対いいぞとかそういう言葉を聞くんですけど、もうそれを身に染みて分かりますね。人におすすめできるバイクかって言われたらそうではないと思うんですよね。そしたら普通に国産のね、ツーリングできるようなリッターバイクでもいいと思いますし、それこそ GSR400 とか今思うとめちゃめちゃいいバイクだなと思いますし、すごいねネガティブな話をしているような感じもするんですけど、それを許容できるぐらい RC8 はもうめちゃめちゃ楽しいですね。なんだかんだ文句は言うんですよね。こういう部分が気に食わねえとか、さすが硬いとか文句は言うんだけど、結論楽しいで終わっちゃうんだよな。ギターで例えるとすごい分かりやすいんですけど、テレキャスっていうギターがあるんですよ。乾いた音が出て、高音が結構キンキンするようなギターなんですよ。だから僕も使った時は全然音の作り方とか分かんなくて、何のエフェクターが合うんだろうみたいな、ディストーション使ったらめっちゃギャンギャンしちゃうし、かといってブリッジミュートでここは重たい音が欲しいっていう時も全然そんな求めているような音出ませんし、だったらレスポールでいいかとか思うこともあるんですけど、みんなそういうネガティブな部分というか慣れない部分に関しては文句もたらたら流すんですけど、だけど不思議なことが、その使っていくうちにそのネガティブな部分が好きになっちゃってポジに変わるんですよね。だからバイクも結構似たような部分があって、
最初 RC8 なんてもうこんなアクセルめちゃめちゃピーキーでサスも硬くて燃費も悪いしみたいな、やっぱ文句言うんですよね、あの思ってたのと違うわみたいな、ちょっと扱いづらいっすみたいなと言いつつもね、やっぱ自分が乗ってて慣れていくとね、そういう尖った部分っていうか不満な部分がなんか可愛いなって思えるようになってきたり、なんか愛情が湧きますよね、不思議なことに。だから大型のね、あの日本車のバイクをレンタルして乗ってもやっぱすげえ日本車いいなとは思うのは本心ではあるんですけど、最終的にはね RC8 乗るとやっぱこっちの方が楽しいなっていう風にはなるんですよね。乗りやすいっていう部分とその楽しいっていう部分はもう全然違いますね。それを最近分かるようになってきた。 RC8 に関してはもう楽しいですね。もしねその僕の動画を見て RC8 気になるって方、まあ少なからずいるか分かんないですけど、もしいたらその悪いことは言いませんが、あの日本車を買った方がいいです。ここまで話しといて何なんだよって感じなんですけど、あの間違いないのは日本車ですね。本当に何かあっても部品はすぐ届きますし、情報もたくさんありますし、それなりにメンテナンスね経験してる整備士さんもいると思いますし、そこに関しては安心できるんですけど、やっぱりその RC8 を含めそのあんまり出回ってない外国車とかそういうバイクに関してはやっぱ一苦労しますね。部品代とかもやっぱ工賃もね一味違いますね。びっくりしますよ本当に。えってなりますね、そんな高いんだみたいな。でそういう文句を垂らしつつもやっぱり乗って楽しいなっていうのがこのバイクですね。そういう部分を許容してあげてね、このバイクとはお付き合いできたらと思います。じゃあ僕は地球防衛軍をやらなきゃいけないのでさっさと帰ります。なんかあの RC8 に関して質問がありましたらコメント欄書いててください。もし答えられそうなものがあったらね答えますので、何卒よろしくお願いします。ではでは。